にちは、登山 YouTuber のヤギちゃんです。アウトドアライターの中島エマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、コロンビアから出た、はい、新しく今季、発売になったジオテラアウトドライという、はい、シューズの紹介なんですけども、はい、早速この雨の中登ってきたんですよね。はい、乗鞍岳に行ってまいりまして、2700m までバスで行くことができて、そこからまあ標高差 300m くらい、まあ、歩くっていう山なんですけど、雨が降っていまして。そうですよね、はい、バス降りた瞬間から雨が降ってまして、まあ、濡れた岩とか地面も試すことができました。いいテストになりましたね。はい、テストにはバッチリの天候でした。はい、じゃあこのインプレッションについて詳しく聞かせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤギちゃん、普段はどんな靴を履いてるんですかね。はい、普段、そうですね、テント泊の長期重装の時以外は結構ローカットの軽めのトレランシューズみたいなものを履いてることが多いです。じゃあ山登りの時も、はい、そういうトレランシューズっぽいものを履いてる。はい、そうですね。エマさんどうですか。私もトレイルランニングやるんですよ。そうですよね、見ました。インスタフォローしてたんですよ。あ、そうですよね。そうだから今日初めましてなのに、はい、実はお互いインスタフォローしてましたね。そうなんです。私もそのトレランする時とか、はい、あと、まあ、ちょっと早めにこうハイキングするファストハイクみたいな時は、トレランのシューズ、ローカットのシューズとかを、まあ、履いてきたんですけども、例えば長期重装、北アルプスの長期重装とか、実は山小屋のボッカをしてまして、はい、どこですか。立科山頂ヒュッテなんですけど。これそこで買いました。バンダナ。そう、 ありがとうございます。ボッカってやっぱ荷物が重いので、例えばそのテント泊重装とか顔料帯、あと荷物が重い時はやっぱりこうハイカットシューズの方が安定するし、歩きやすいなと思って、ここのところはすごいメリットを感じてるんですよね。確かに私も岩場が多かったり、自分の荷物が10キロ以上になってしまう時はミドルカットの底が暑くて固めのシューズ履いてます。なるほどな。まあ、初中級でこれから、まあ、顔料とかテント泊重装してみたいなっていう方に、まあ、おすすめしたいのが、はい、今回のこちらのジオテラ、コロンビアのトレッキングシューズのジオテラというシリーズですね。はい、今日も私履いてますよね。あ、履いてます。色違いで2色あります。はい、映ってます。はい、で、こちら、まあ、具体的に言うと、はい、今シーズンから、うん、発売になったシリーズで、はい、コロンビアが、発売しているトレッキングシューズの中でも、はい、一番ハイグレードなモデルになります。はい、基本的にはコロンビアさんはいつもちょっとこうライトなイメージだったんですけど、うん、新しく作ったっていう。そうですね、こちらは、まあ、2000m 以上の山でも履いていただけるようなシューズになってます。うん、コロンビアの、まあ、シューズ、今季のシューズの展開なんですけども、はい、まずこちらが、低山ハイキングにも使っていただける、まあ結構柔らかくて軽い一番ライトな、セイバーというシリーズですね。何グラムぐらいですか。これは何グラムぐらいだろう。結構軽いですね。うんうんうん、まあ、スニーカーから、まあ、スニーカーで山に登るのはねちょっとっていうので、初めて履くにはちょうどいいかなと思います。はい、日帰り登山とかも気軽に始められそう。うんうん、いいですね。はい、で次はスピンズピークっていうモデルですね。でこちらが、まあ、2000m 以上で顔料があるようなところでも履けるジオテラ、はい、ジオテラ3つのシリーズ展開になってます。はい、これがジオテラアウトドライですね。並びました、新商品。こっちが、ウィメンズ、ウィメンズで、こっちがメンズ、メンズで、カラー展開は2色ずつですね。実際、はい、今日履いてみたっていうことで、雨の中履いてきました。まあ実際にこう足入れて山歩いてみて、うん、印象はどんな感じですか。一番最初に感じたのが優しい、
優しい。そう、私もそのテント泊用にミドルカットのちょっと固めの靴持ってるって言ったじゃないですか、うんうん、なので、まあ、見た目とか大きさ的には本当重さもこんな感じなんですね。これよりちょっと重いかなぐらいなんですけど、足を入れた瞬間に優しいんですよ。優しいとは守られてるとかそういうことですか？そう、なんかふんわり、うん、だいたいこう入れた時に足硬いなとか、ちょっと足に合うか合わないか不安だなみたいな気持ちになることが多いんですが、優しい優しい。じゃあ今、まあ、履きやすい。結構普段履いてるのがローカットのトレランシューズ系ってことなんですけども、うん、そこからまあこう履き替えてもそんなに違和感ない、はい、そうなんです。あと、まあ、さすがにここまでハイカットの靴は最近全然履いてなかったんですけど、やっぱ今日は雨が降っていて、あのバスで 2700m まで上がってるので、そこから 3000m に近づいていくと、あの岩がゴロゴロ、大きい岩がゴロゴロ、しかも朝から雨降ってるのでもう濡れてるんですよ。滑ることもあるじゃないですか、うんうん、でも今日履いた靴なのにしっかりなんかこう歩きやすいというか、うんうん、グリップが滑りにくい、そう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 、効いていて、かつ足首が守られてる感じがすごくしたので、なんかこうグレちゃうんじゃないかなっていう心配もなく歩くことができました、うん、このなんかこう履き口もちょっと柔らかくて、そう、ね、靴ずれとかも大丈夫そうでしたか？そう、ここの内側とかがさ擦れる、ここね、そう、ここのね、ここの内側ね、うん、ここの内側が擦れて絆創膏をね貼ったりするんですよ。あれあれですね。そうなんですよ、うん、でちょっとこうグラってなって、うん、こうまた擦れてみたいな感じなんですが、うんうん、広いんですかねここ、うんうん、ちょっとねこうクッション性があって分厚くて、広くて柔らかくてなんか包み込まれてる感じ、うん、じゃあすごく履き心地が結構よく履けたってことですね。そうです、紐解くの楽しい機能をね、紐解くの楽しい。実際にですね、これどういうテクノロジーでできてるのか、はい、知りたい。はい、あ、ちょっと予備知識入ってます。3つポイントがあるって、あ、もう、あ、言う前から、はい、3つポイントがあります。3つ説明していきますかね、はい、じゃあ1つ目1つ目はコロンビア独自の防水透湿機能なんですが、うん、アウトドライという、これジオテラ、アウトドライという商品名なので、はい、商品名にも入ってるんですけど、あとねこの辺にタグが、ここにもアウトドライっていうタグがね、あ、これね、メタルのねタグがついてるんですけども、これが、コロンビア独自の防水透湿機能、うん、はい、で今日みたいな雨の日とか、はい、あとはまあ 3000m 向きの 3000m も歩けるよっていう靴なんで、塗装とかもあると思うんですよ、うんうんうん、やっぱりね山に行くのに、でそういう塗装の時とかもこう水が入らず、はい、まあ、透湿機能もあるので快適に足の中をシューズの中を保つという風な機能になってます。今日は朝の7時くらいからずっと履いていて、もう6時間ぐらい履いてますが、うんうん、あの雨の中歩いても靴下濡れてないんですね、うんうんうん、こう蒸れもあんまりない感じですか？蒸れもないです。おだからあのご飯食べるときに絶対靴脱ぎたくなるじゃないですか。あ、わかる、はい、そう、ただあのランチも美味しくいただきまして、ずっと履いてるの本当にでも全然、じゃあ靴下も履き替えなくても、山から降りてきても履き替えなくても全然平気で、そうそうそう、だから濡れないことがこんなに快適だなんて久しぶりに知りました思い出しました結構大事ですよね。そう、なんかここの幅も広いというか、なんかそんなに窮屈じゃないから、ずっと履いててもなんかあんまりこう蒸れるとか冷たいとかも全然なくって、体は寒かったんですけど足は寒くなかったです。ああ、それも大事ですよね、うんうん、足先がこう、つま先がこう冷えて辛いとかっていうのもね、つま先が細いとあのなんかギュってなって血行が悪くなって冷えてる感じもしますよね、うんうんうん、はい、で今ちょうどこのなんかフィット感の話があったので、うんうん、第2のポイントいこうと思います、はい、第2番目が、ナビックフィット、あ、フィット感、
ナビックフィット、そうですね、フィットっていうぐらいなんで、うん、ナビックフィットっていう機能なんですけど、はい、ここにこの線があるの分かりますかね。これおしゃれかと思ってた。おしゃれかと思ってました。ここでこう紐をこうギュッとこう下からね、こう結び締め上げていくと、うん、こう中足部、中足部ってこのちょうど足の真ん中のところですね、うん、中足部をこうギュッてこうホールドしてくれるんですよ。あ、はいはいはい、はい、どうぞ。下山の時につま先が当たらなかったです。あの下山の時こうキュッて締めるじゃないですか。ここのここで抑えられてた。あ、なるほどなるほど。かも。このちょうどここのナビックフィットがあることによって、この足首周り、うん、この筒周りですね、うん、ここも安定するし、うん、その中足部から前もすごく安定するという風な仕組みになってます。でこれによって、まあ、疲れにくい、うん、システムですね。うん、これあのかかとが結構安定するんですよ。あ、抑えるからってこと？そう、ここのちょうど足首のこう、うん、可動域のね、うん、多いところでキュッとこうホールドするので、登山靴でよくあるかかとがこう浮いてちょっとパカパカするから、かかとのこの辺靴ずれするんだと思うんですよね。そこにね、絆創膏を貼るために四角い大きい絆創膏持ってますよね。ね、結構一番多い登山靴の靴ずれってかかとが浮いて擦れることだと思うんですけど、それがまあここギュッとこう、うんうん、フィット、中足部をギュッとホールドする、適度にねホールドすることによってそれが防げるんですね。で、さらにこの、うん、実は中にもちょっと秘密があって、これこれですよね、はい、そう気になってたんですよ。急に現れるいきなり現れる。これは、インソール、うん、中に入ってるインソールなんですけど、はい、これオーソライトって書いてあるんですけど、オーソライトっていうこう、うん、インソールで、あのクッション性と通気性にすごく優れているインソールでして、そうするとこう、まあ、足のこう疲れをここでこう緩和してくれるようなものが中に入ってます、うん、はいはい、インソールこだわってます。あの普段別で自分で入れてる感じですか？そうなんですよ。膝がね痛くなってしまうんですよね。7時間8時間ぐらい歩くと、あの上りだけとかだったらいいんですけど、1日で8時間以上で上り下りが両方あって、標高差が1500メートル以上くらいある山に行くと絶対膝が痛くなってしまうんですよ。で登山用品店に相談したら、クッション性のあるインソールを入れてみたらどうかっていう話になって、そこから膝が痛くなくなったっていう事実が。おー、じゃあこれは別で買わなくてもいいです。そう、すごいですね、うんうん、これインソール、うん、いつものインソールなしで履いてみてどうですか？うわ、すごい、やっぱ優しい感じがしてる。あ、じゃあもうこれはこれでバッチリこのまま履ける、うん、そう、だからクッション性のことだったのかもしれない。あ、優しさ、そう、優しさが感じた、優しさがね、そう、うん、多分こうキュッていうそのナビックフィットとこのクッション性ですごい優しさに包まれてたんじゃないかなっていう、こう改めて聞いてみると、はい、ああそうなのかってなりますよね。ちゃんと、ね、直感で感じてました、私は。このそれぞれの機能を、はい、じゃあ3つ目感じてるかどうか確認していいですか？わかんない。3つ目ヒント教えてください。3つ目ヒントは、うんうん、まあ、今日雨だからこそ感じてるはず。でも靴の話ですもんね。靴の話で雨ですもんね。雨で、まあ、分かっちゃったんだけど普通に。お願いします。グリップ、正解。正解です。やらせじゃないこれグリップ、はい、このソール、うん、あ、ビブラムしてます。アウトソールだけでもサンダルが作れちゃうくらいいいソールですよね、うん、で実はビブラムっていろんなソールがあるの知ってましたか？それは知りません。知らないですよね、うん、これ、ビブラムの割と新しいテクノロジーだそうで、うんうん、これ XS トレックっていうソールなんですよ。 XS トレック、 XS トレックです。 XS トレック覚えにくいけども、はい、これどういうソールかというと、うん、いろんな、まあもちろん登山で今回ね、はい、あのトレッキングシューズなので、うん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 、登山ですごくこう活躍してくれる、うん、いろんなこう路面、うん、どんな路面でも、すごくこう歩きやすいソールなんですけど、例えば、はい、あのマウンテンバイクとか、うん、あるいはちょっとまあ故障というか川っぽいところとか、まあ、いろんなアクティビティに使える
こうオールマイティーなソールらしいんですよ。今日みたいなね、その雨の日でも、うん、やっぱり岩の上ちょっとこうね、つるっと行くと怖いなっていうのがあると思うんですよ、うんうん、で、まあ 3000m 級の山になってくるともうゴロゴロの顔料とかありますよね。あります、うん、そういうところで重い荷物を背負っててやっぱりこうどうしてもこうバランス悪くなっちゃうと思うんですけど、そういう時にもこのビブラムの XS トレックのソールだとすごく安定して歩ける、うん、これね柔軟性が結構あるんですよね。柔らかくて曲がるのよここが、うん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 、だからすごいなんかこう蹴り出しやすいというか、うん、やっぱ初中級ぐらいの方には、うん、このぐらいの柔らかさがあった方が、うん、まあ、疲れずに歩けますよね。足の裏痛くなりますから ね、 しょっぱなに硬い靴履くと、はいはいはい、そうですね。最初のファーストシューズもすごくいいですよね。いいと思う。金額はどのくらいですか？これはズバリ、税込みで、3万円を切るんですよ。あ、そう。2万7500円なんですけど、うんうん、やっぱり3万円切るの大事ですよね。2万円台ギリ登山始められますね。ギリ始められば、はい、レインウェアとかね、そう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 、バックパックとかいろいろ買うものがある中 で、 やっぱり3万、4万、5万とかなってくると、うん、まあ、登山靴もね、トレッキングシューズすごい価格上がってるので、はい、そんな中で高いシューズ最初に合うか分かんないっていうので、うん、いきなり買うの結構勇気いるじゃないですか。やっぱ3万の壁というものがありましてですね、はい、初心者にはですね、うんうん、13年前、はい、登山始めるぞって買った靴もすごい2万5千円ぐらいのラインで買ったような気がしますが、こんなしっかりしてなかった気がする。今ね、こうどんどん上がってる中でこの金額結構安いと思うんですよね、うん、結局見た目、そうなんだよね。こうお店でこういっぱい並んでて、うん、一目惚れで手に取るから大体で、そう、あとなんかこうデザインが気に入ってないと履くときにやっぱちょっとこうテンション上がらないとか、上がりませんね。だから見た目がすごい気に入ってたら、うん、履くのもすごいウキウキします、うんうん、靴が決まらないとコーデが決まらないです。わかる、うんうんうん、今日のだってコーディネートはこの靴に合わせてきたんですもんね、はいはい、そうなんです。ちょっとシックなベースに、うん、はい、ブルーのねラインがこのナビックフィットのここと、はい、このシューレースとかにちょこちょこって入ってるこのブルーと合わせたんですよね今日。そうなんです。さっき私が堂々と、はい、見て見てって言ってたのを覚えてくれてる。そうなんです。すごい爽やかコーデで、はい、うんうん、いつも私暖色が多いんですよ、黄色とかオレンジとか、ただ今回の靴がこの黒とブルーだったので寒色系でかつちょっと明るく爽やかみたいなのをテーマにしてみました、うんうん、なんかパンツも爽やかだし、はい、ね、あの涼しげなシャツと合わせて、はい、合わせてすごいいい感じ。今日どうですか自分のコーディネート、満足度めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いです。実はこの、コロンビアって創業者が女性なんですよ、うん、え、ガートホイルさんっていう方で、うんうん、なんか子供が結構あのたくさんいて、うんうんうん、でそのご自身がやっぱちっちゃい子ってアウトドアやらせたくてもすぐ大きくなっちゃうから、うん、靴とかね、それこそね、そう服とかもすぐサイズアウトしちゃって、うんうん、なかなかこう高いと買えない、うんうん、それはまあ大人にも言えることだと思うんですけど、なんかその高くて買えなくてアウトドアできないっていうよりはそのアウトドアを楽しんでもらうためにできるだけこう消費者が買いやすい、まあ適正な価格っていうのをすごく企業理念にしていて、こう消費者にできるだけ寄り添ったものづくりみたいなものをもうコンセプトにしてるらしいんですよ。優しい優しい、うん、今日のテーマは優しいですね。そうみたい。すごい、うん、そうなんだ。なので、まあ、あのこの安手頃さっていうのも、うん、そのさっきヤギちゃんが言ってくれた、うん、あの自社開発 の、うん、そのアウトドライとか、うん、こういうコロンビアは独自で生地を開発してそれを使うことによってすごくコストダウンして、うん、あのできるだけ手に取りやすい商品を作ってるらしいです。はい、はい、じゃあ今日はこのジオテラアウトドライを
機能から何か紹介してきたんですけども、うん、この靴を履いて、はい、もうちょっと夏山シーズン終わりに近いんですけども、うんうん、行ってみたい山とかっていうのありますか？はい、私はもう決めています。どこですか？エマさんに会いに蓼科、はい、に登ろうとぜひ思ってます。ぜひ来てください、はい。ちょっと10月下旬くらいに いらっしゃいますか。まだ10月下旬くらい、うち小屋締めが蓼科山頂フェッテは10月末なんですけど、だいたい10月の15から17ぐらいで雪がね、うん、降っちゃうんですよ。雪大丈夫ですか？まあ、この靴、うん、実は雪でもちょっとした雪の時でも履けて、チェーンスパイクつけられる。チェーンスパイク持ってます。あ、持ってます。ケアイゼンは？ケアイゼンもいけますよね、多分。大丈夫です。あのね、こういけるね。アイゼンのコバはついてないんですけど、ケアイゼンとかチェーンスパイクはしっかりつくぐらいのこうソールになってるんで、持ってる。持ってます。あ、じゃあ、最初雪の降り始め雪の降り始めとか、あとちょっと残雪期なんかも、履ける靴になってるので。え、めっちゃ嬉しい。あ、まあ、雪山も、あ、雪山やります。あ、じゃあバッチリ、これ履いて、いいですね。私何、来てくれますか？行きます。 ありがとうございます。待ってます。え、めっちゃ嬉しいんだけど。あ、バッチリ。これからもじゃあ、はい、ね、夏山も終わりのシーズンに近いけど、ここからも結構履けますね。確かに、そうですね。夏山で初めて買って夏山楽しんで、もうちょっと雪もやりたいなってなった時も、アイゼンをつけてチェーンスパイクをつけて、はい、楽しめる。バッチリ。私この靴履いていきますよ、本当に。来てください。本当に来てくださいね。本当に行きます。待ってます。はい、はい、ぜひぜひ。じゃあこれからしっかり履いて山を楽しんでください、ではですね、このジオテラアウトドライ、気になった方は登山用品店などで、試し履きして、見てみてください。じゃあヤギちゃん、はい、今日は楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。嬉しい。次の山の予定も決まったし、これ一緒に履いていきましょうか、はい、2人で行きたい山、ね、うん、じゃあ楽しみにしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。